公共曲第21番委員長報冒険、I-21 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの公共曲。公共曲第21番から24番までの4曲は実質原稿から1764年に作曲されたことが明らかになっている。うち第21番と第22番は全編が主張で統一されたカン・キュメヌエット 急の境界そなたの形式をとる。楽器編成の上では、第22番とは異なり、当時の標準的な編成を使用している。学章構造が、ハイドンの通常使用する、そなた形式とは、かなり異なっている。3、4拍子。ハイドンの通常の学章と異なって繰り返し記号が、なく、はっきりした形式を持たない。弦楽器の穏やかな問いかけに、大声が答える。 問いかけの音恵は、楽章を通して展開され、それに伴う絶妙な火星の変化は、非常に美しい。コーダは、弦楽器だけに演奏可能な、ドーンの和音が登場し、リズムの掛け合いや火星に陰りを見せる。44拍子、そなた形式。弦楽器が、ユニゾンではぎれよく、八部音符の連続を基本とした、低音に乗って推進力のある主題を出す。第二主題は、 雰囲気は変わらないが、同音連打を主張としたフレーズの反復進行による加工が特徴的である。メヌエットの主題は後に、モーツァルトが作曲するアイネクラインネ・ナハトムジークのメヌエットに告示している。トリオは異端調で、弦だけによる。44拍子、そなた形式の変形。再び推進力のある楽章で、 シンコペーションのリズムや同じ音形で進行していく箇所が特徴である。展開部では8部音符6個ずつがまとまりをなし、4拍子に聞こえなくなる箇所がある。再現部はスイーブから再現される。ありがとうございます。